まして、こちら多分同じ画材で佐藤明美さんの作品です、これもつかみよさとかグリーンベルとかブルースターとかの、画材で使ってアレンジを作っているんですが、このねアウトラインに持っていくのに、例えばブルースターとかをアウトラインに持っていくときに下の葉っぱをちゃんと取ってラインを見せてるんですね、こういうラインをちゃんと見せなければやっぱりこれは成立しないんですこのアレンジ、だからそういうテクニックっていうか細かいテクニックですねがきちんとできている作品です、これはやっぱりさりげなく技ありの作品だと思います。おめでとうございます。次にこちらは、芹沢恵子インストラクターの作品です、こちらはですねこのアンスリウムとこのフィロンデンドロン、この向かって右側に出てる葉っぱですね、これを表と裏面を見せて、でレンギョのねこう枝物のレンギョの流れを1本スッと出して、でこれもこの枝物のレンギョも溜めて葉っぱを間引いてもう完璧な姿になった。これね完璧です。この作品色の持ってき方もそうだし、その真ん中にあるブラックカラーの色のポイント指導としての使い方もそうだし、もう全てがかっこいいとしか言いようがなかった作品ですね、はい、まあねこれだけやっぱりこれ決められるともう何もこれ本部講習会でやる作品だったんですけど、もう何ももう言えなかった感じです、はい、素晴らしい作品でした。もうこれはねどこの大会に出しても多分おかしくないような出来栄えだと思いました。おめでとうございます。次にこちらは、渡辺インストラクターの作品です、これもですねもう本当に完璧です。もうねどこも落ち度はないんです。どこも切れません、どこも動かせません。そういう作品です、先ほどの芹沢インストラクターのもそうだったんですけど、この渡辺インストラクターの作品もこれ上に茂ってるレンギョの葉っぱも実はもう削れないんです。これ削ると下とのバランスが悪くなります。もうねこの芍薬1個の大きいシャペラが一つ入ってるんですけども、そこと下のアンスリウムとかブラックカラーとかのバランスもそうですし、その上にあるレンギョのこの茂みもそうですし、もう完璧ですね。もう何も言うことがない素晴らしい作品でした。おめでとうございます。次にこちらが後出ゆり子さんの作品です。でこの作品もすごい雰囲気のある作品で素晴らしいです、後出さんの、まあ、特徴として、これも本部講習会の作品で僕が見た作品なんですが、あまりこういっぱい画材を使わないんです、ただその少ない画材でのこの精密さというか精度の高さが素晴らしくて、まあ、今回のこの作品もそうですけど、まあ、こういうレンギョの中にこのカラーの黒ブラックカラーがスッと入ってくる、この1本スッと入ってくることで、この茂みをすべてねこう持っていくんですね、バランスを。それで後ろにあるドラスナのレッドを1枚で押さえるみたいな。でこれよく見ると芍薬が入ってるんですけど、これ芍薬が咲いても完璧な姿でいると思います、これもね結構もう本当にどこも申し分のない作品でした。ありがとうございます、はい、で次は高橋照美インストラクターの作品です、このね作品は姫水木をこう上に編んで、その中に百合をドンと入れます。これね百合このままドンと入れただけだとやっぱ強いんですよ。ただこの上にあるこの姫水木が組んだフレームがあるとで、この指の強さを打ち消すんです。でこのね姫水木の葉っぱの残し方も絶妙なんですね。で後ろにあるこれミューサイラも咲いてるんですけども、ミューサイラの感じも絶妙です。
やっぱり、ね、この全てが整わないとできない作品で、やっぱり、ね、これは素晴らしい作品の一つだと